はい、皆さんおはようございます、こんにちは、そしてこんばんは、チェでございます。総評さんの三国志10パワーアップキットパート69ですね、やっていきたいと思います。ですね、とうとう69まで来ましたね。ちょっとね、総評さんがね、あら、この人は最近入ったやつですね。情報見ましょう。能力はそれなりにいいですね。ベース平均70は超えてますね。孫海の、いとこかな、孫権が湯家から取った用紙、義軍を迎撃する際、女性と対立し独自に兵を動かして義軍を混乱させる帝方らの助けもあって大将を収めたということですね。若いですね、まだ20歳ですね。まあ、魅力は70あるんで、まあ、それなりかなというような感じしますね。もう釣れないですね。じゃあね、とりあえずどんどこ、2品間になってやっていきましょう。もう207年まで来ましたね。総評さん、このままで210年まで生きれたらすごいですよね。前回210年もいかなかったと思うんですよ。200年ちょっとでね、お亡くなりになったような気がしますんでね。もうね、あまり長生きはできないのかなと思ってはいるんですけどもね。あ、太子寺来ましたね。はい、どんどん技術やっていきますよと。なかなかあれですね、名声のおかげで。もうね、ちょっと孫作さんもね、ガスンガスン攻めてってもらいたいんですよね。もう一発いきましょうか。もう一発いきましょう。おー、10日切りましたね。はい、これ結構いい感じかなという気がしますね。球場に行って報告しましょうとね。450上がりましたね。まだ技術できそうですね。技術をガンガンやっていきましょう。お、太子寺が来ましたね。よいしょ、美味しいものを作りますねと。技術ですね。技術を指示なかったですね。稽古の誘い、まあやらんとしゃあないですね。あ、一騎打ちか。一騎打ちになっちゃうか。稽古つけてくれということでね、人間関係進んじゃったんでね、かなり良さげな感じではありますね。はい、とっつってこれでどう。いいですね。でもやっぱ雑魚とは違いますね。これでどうでしょうかね。アイコですね。もうこの状態だったら回避でね、向こう一つで多分来ますんでね。これでどうでしょうかね。ね、やっぱそんな感じですよね。で、アイコでと。で、もっぱつ回避で、で、払ってどうでしょう。ああ、いいですね。これは食らいますね。また同じ感じなんで、ドバラってこれで決まったかな。わっ、あらまあ、そう黒か。これでもういっちゃいましょう。あ、決まった。そうですね。なんとかね、勝ちましょう。99戦ですね。また近いうちに勝負しようということで、
はい、5攻略にかかりましたね。5の大将になれたら言うことなしですね。両方と曹操がね、あら、漢中が亡くなられたということですね。まあちょっとこっちはね、工房をね、技術上げるあれでね、もう一生懸命なんでね。ゴの選挙に失敗したのかい？困ったなぁ。もうどん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 、ああでも正直なくなってきたなぁ。あ、俸禄がまあ入ってきましたね。まあもうちょっと引っ張りましょうかね。もうちょっと、もうちょっとやりましょうか。あ、ちょっと会話してですね、最後の10日で勃発仕掛けると。あー、手伝わんかったか。残り10日しかありませんよと。いいですよというとこですね。球場に行って報告しましょうね。120で430、5の占領に向かうと。シャゼ様という方が我が国、あ、仕官されましたとね。あんま能力のね、まあ武力ぐらいな、まあ総評さん好みのね、総評さんライクな、武将だったと思いますね、確かね。さあちょっとね、5を落としてですね、大衆になりたいんですけどもね。ね、これより5を占領すると。はい、あ、勝ちましたね。やっぱ孫策いったちゃいますね。2800か。大衆だったらあっちまでな気もするんですけどもね。なかなかあれでしょうかね。冬になっちゃいましたね。誰が、あ、シュートがね、お酒持ってきてくれました。たまには二人で出かけたいわと。ああ、周遊か。30日以内に戻りなさいよと。どんどん攻めていきますね。建安の占領ですね。もう今度こそ、でも周遊が終わったらあと誰だ、孫権がいるのかな。ちょっとなかなかね、空席というかね、どうなんでしょうね。あ、市街とはまだかな。えらい遠回りしてますね。あ、古社寺がなくなりましたね、周辺と。古社寺といえばあれですね、天意を殺したというか、天意、あ、曹操をね、追い込んだ武将の一人ですよね。長州すいません。そうそうね、落としめる時にね、奇襲した時に、古社寺がね、その長州の配下だったと思うんですけども、問題なくいけましたね。さてさて、移動時間が長いな。総評さん大使になれるのでしょうかね。
え、兵糧がなくなってしまった。あ、変える時にも兵糧がいるのか。あ、まあそう、実際はそうですよね。まあ兵糧、兵の忠誠度が下がったとしてももう戦には勝ってるんでね。子供ができないなあ。さて、治安でもしましょうか。治安はでも少ないか。あ、でもお金の絡み考えたらしゃあないか。今その時期ではありますまいと。お、出陣。どこ行こう。目標。あ、会計軍団長。よいしょ。こんだけおったらいけるでしょと。なるほど。これで断られたらつらいな。断られっぽいような気がするけど。修繕で。これで金は。金は14万あったら、まあ、5000でいいんじゃないのかなと。兵糧ですよね。兵糧はね、1ヶ月分。あ、これが1ヶ月分か。満タンで。これで、提案しましょう。わあ、めんどくさいことまでさしといてからね。それ、つらいな。技術。何すりゃいいんだい？何すりゃいいんだい？あれ？商業はいいのかい？あんま得意じゃないんですけどね、商業はね。あ、信用が来ましたね。何かしらということで。あ、中老将になりましたね、曹操がね。あ、表情？商業しなあかんけど、まあいいか。ああ、商業さんなんかトップなれないな。要衆攻略に変わりましたね。いや、なんもないですね。うん、まず任務ですね。商業、市場で商業やりましょう。もうかなり埋まってきましたね、国がね。さあ、さてさてさて、どん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 やっていきましょうね。商人が手伝ってくれるとね、嬉しいんでね。あ、長安の誰か亡くなったのかな。違ったのかな。よいしょ。うん、いいですね。商人が手伝ってくれてるんで、これはかなり期待できそうですね。高尊さんと高尊堂、あ、高尊堂が、あ、高尊堂が滅亡しましたね。城兵にね、出てくる人、これもね、多分歴史のイベントで出てきたんだと思いますね。そうですよね、おそらくね。はい、じゃあ報告いきましょう。あ、まあいいか。はい、技術差し、あ、技術差しこれだ。もうね、主家に行く数はだいぶ減りましたね。主家に行くよりも、名声上げる方が早くなってきたというか、名声上げる、うん、俸禄もね、名声上げる方に傾いてきたのかなっていうような感じですよね。はい、どんどんねやっていきますよと。あ、サジさん、サジがいますね。
修行がまだ足らないようなんでしょうかね。はい、どしどしいきますね。はいはいはい。あ、じゃあですね、そうそう時間なんで、総評さんで三国志10ですね、パープキット、パート69の方、この辺で終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。